はい、皆さんこんにちは、マナリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、ちょっと一つだけ、ボタンを押してしまったんですけども、 DeNA との、3連戦ですね、お届けをしていきたいと思います。早速始めていきましょう。今日の DeNA の先発は井川ですね。元阪神、そしてメジャー経験した井川が先発です。ストレート145キロ、スラーブ、サークルチェンジ、カットボール、ツーシーム、スローカーブというところですね。まあ、どの球も全盛期から見ると少なくともこのプロ野球スピリッツ上では少し、どうかなというところもあるんですけども、しっかりとね攻略をしていきたいと思います。上空曇り空、横浜スタジアムです。セ・リーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ。さあ、まず1回の表、ワンアウトランナー1塁で、高橋由伸という場面ですね。バッターボックス、高橋、昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。1球ちょっと見逃した。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、盗塁成功。カウントは入ってここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。おお、やっぱストライカー先の球は、これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、これは外れてワンボールツーストライク。バッターボックスの高橋、今シーズン得点圏での打率は落ちろ、インサイドを打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった、バックホームする。ナイス走塁ですね。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今シーズン100本目のヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。詰まりながらも、まあ、センター前にポツンと落ちるような、本当にね、さあ多少ラッキーな引きだったかなと思います。相手に続かれてしまってますんで、ここで切り替えて何とかしてほしいですね。なるほど、そうですよね。打った、伸びていく、入れば先制、入った、ホームラン。あれのスリーランが1回の表飛び出しましたね。いきなりボール球だったんですけど、高めだったのに持ってかれましたね。握りがちょっと見えなかった。あれのスリーランで先制したジャイアンツ、1回の裏守備ですね。西さん、初回の攻撃、特に大事な点というとどんな。バッターは松本、まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたい。ボールからです。バッター、はじき返した。なんとか抑えました。ライトが取りました。ワンアウトです。もう一伸びあったら由伸の頭上抜かれてたかもしれませんけど、なんとかね抑えることができました。3番バッター、さあ3回の表、由伸と井川の対決2度目です。今度はその使い方は要注意ですね。スラーブから入った攻め方をしてくるか。内角インコースに外れてワンボール。2球目はこれはどうだ、打ちました。ストレートだと思うんですけど、松本の守備範囲ですね。抑えて3アウトチェンジです。ジャイアンツさらに1点を追加して、バッターボックスは3番高橋、2アウトランナー1塁、依然井川が投げてますね。センターフライに倒れています。さあ甘いところに来い。フォアボールのランナーが出ています。ストレートは135キロ、ストレート、これはスローカーブかな。真ん中やや低めというところに来たスローカーブ。惜しいですね。はい、これは甘いところに来たボールだったんですけど、1、2塁間を破る、ライト前ヒット。今日もマルチヒット。長打が狙えるような甘いところだったんですけどね、まあ、ただきっちりとライト前にいいヒット。
バッターボックス大谷ピッチャーがスイッチ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。太田見ていきましょう。背番号57、ストレートマックス147キロ、あとはスライダー、フォーク、このあたりが球威がある、キレのあるボールですね。あとシュート、カーブとチェンジオブペースの球種を持っているピッチャーですね。さあ初球何から入ってくるか。まずはボール球からストライクゾーンに入ってくるようなスライダー。さあ2球目は何か。これはストレートですね。ノーボール2ストライクです。うわー、これもボール球からストライクゾーンに入ってくる厳しいところですね。スライダーだと思います。最後1点差まで迫られましたけど、最後はね、マジさんが DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたね。いかがでした？そうですね、あともう一つというところですけど、吉井信はというと、センター前、そしてライト前と2本のヒットですね。夏穂ちゃん最近よく出るの。さあ、ベスターズの第2戦はモスコーソと杉内の投げ合いですね。横浜スタジアムです。モスコーソ、ストレート150キロ、チェンジアップ、スライダー、カーブにシュート、ツーシームとスプリットと、球種はかなり持ってますね。狙いはやっぱりストレート系、ツーシーム、この辺りをきっちりと狙っていきたいと思います。今日の先発マスクは小林が被っているんですね。そろそろホームランがね、1本、2本欲しいところです。ここ最近本当にホームラン打ててないです。照明に火が灯りました。ナイトゲーム、打率の方もだいぶ下がってきてますね。横浜スタジアム。ここはホームランが欲しい。ワンアウトランナー1塁。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。ただ次は怖いバッターなんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。ストレート144キロ。高橋がバッターボックスです。これはどうだ。打ちました。真ん中のボールだったんですけど、やや球威に押されてしまったかなというところですね。ツーアウトランナー三塁と変わっています。ただ二塁ランナーは三塁に進んでます。西さん、やはり立ち上がり各バッターはピッチャーのボールを何球か見る。荒波が打席に入ります。1回の裏 DeNA の方は1番バッター荒波です。杉内の立ち上がりはどうか。今日の先発マスクは小林です。これは糸井、セカンドに入っている糸井が抑えて、先頭打者を打ち取ってくれたといえば、高橋由伸の第2打席は4回の表、この回の先頭打者で登場です。4回に入っていきます。ジャイアンツ打順がここまで0点で抑えていますね。バッターは高橋。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ストレート146キロのインハイ。ベイスターズ得点に動きはありません。杉内も0点で抑えてます。0点の投手戦という予想ですね。さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。さあ第2球。そうですね、塁に出して余計な神経を使いたくないですからね。
あと先頭バッターはストレートのタイミングで打ち抜いたので完全にタイミングを外されました。今度はチェンジアップじゃないんだね。4球目は何で来るか。低めは外れました。ストレートが外角外れて2ボール2ストライクから、これはストレートかな。これはスプリット、これもそろそろチェンジアップくるんじゃないかな。さあ7球目は何か。これスライダーですね。またファウル。スライダーにはタイミングが合ってないようですね。落ちないか。打った。スプリットだと思う。ジャイアンツの方は3点取ってくれてヒット4本で3点ですね。バッターは3番高橋。キーツースーキー、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。初球はストレートから入ってきました。2球目も速いボール、ツーシーム。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど、そうですか。次は何を投げてくれる。これが4球目。これはツーシームが厳しいコースに来ました。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。2ボール2ストライクとカウント、平行カウント、ツーアウトランナー1塁、ジャイアンツ3点リードの場面。うわー、最後はスライダーにタイミングが完全に外されました。空を切らせました。その後両者1点ずつを取り合って4対1、点差変わらず3点というところでピッチャースイッチします。須田、これから8回ジャイアンツの攻撃です。これ2番手ピッチャーでいいのかな。さあ、マウンドに上がったのは須田ですね。今シーズン14試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。さあ須田、須田もやっぱり球種豊富ですね。すごくね、ストレート147キロで、右左のスライダーシュート、落ちるボールはフォーク、あとカーブシンカーもありますね。このあたりは緩急つけてくるでしょう。あとスライダーチェンジアップと非常に球種が豊富な須田ですけども、まだ今日ヒット1本打ってませんから、ヒットまず1本打ちましょう。さあ須田の第1球目は、これは落ちるボール、フォークボールかな。ファウルになります。次が2球目、これはストレートですね。140キロ、低いところへ決めてきました。ノーボール2ストライク。2球続けてストレートですね。ただ変化球は豊富ですからね。これは抜けるか。うわー、石川ナイスプレー。ただセーフだね。これで石川本当にいいプレーだった。ただ足の方が速かった。よし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 、今日もなんとかヒット1本、ホームランは出なかったですけどね。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、やはりチーム状態が、五十嵐はメジャーから帰ってきたもん、全然能力落ちてないですね。ストレート155キロ出るし、さあ DeNA との第3戦は伊能と沢村の投げ合いというところですね。ちょっと疲労がだいぶ溜まってきてるので、ここで一旦疲労を抜いときましょう。これで、だいぶ疲労も抜けて調子も上向きということで、オールスターの前、オールスター前最後の試合ですね。今日の先発マスクも小林が被っているようです。阿部はファーストに入っているというゲーム。リアルプロ野球の方ではもうすぐ1ヶ月開幕して1ヶ月、この
ゲームをね、この動画を、アップできる頃にはもう1ヶ月過ぎてるかもしれませんけども、リアルプロ野球の方では、まあ、1ヶ月が過ぎたというあたりだと思います。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。横浜。さあ、まずは、ワンアウトランナー1塁、ジャイアンツの攻撃、1回の表、高橋由伸。ピッチャーは伊野尾です。バッターは3番、高橋。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー、伊野尾、そしてキャッチャーは高城。ギリギリ、このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。これは落ちるボールです。ゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。打ちました。頭が真ん中に来たので、ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー3塁1塁。ちょっとね、当たりが良すぎて2塁まではいけませんでしたね。阿部が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないと。3塁1塁、阿部はどんなバッティングを見せてくれるか。ファウルになります。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。低め見ました。ボールです。もう2ストライクからフルカウントまで。低め中心は分かるんですが、そしてフォアボール。ここでフォアボールを与えました。これでワンアウト。そして長野という場面ですね。できれば三振を取りたいですね。ここは長野は足も ね、ありますからね。ゲッツー取るのはなかなか難しい場面。これではバットが出ません。ストライクです。あっと、入らない。バッターの長野、今シーズンの得点圏打率は2割7分1厘となっています。率は物足りない気もしますが、その分一発がありますからね。ここは空振り三振。このピンチ、空振り三振に切って取りました。これは何だろう。ボール、ここはなんとか踏ん張りました。落ちるボールのように見えるけど、挟んではいなそうでした。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたところですね。アンダーソンというか、そうですよね。さあ、この場面で打席には6番のアンダーソンが入っています。2球続けてカーブですね。結構曲がりが大きい。お、そしてスリーボール。押し出しはないだろう。先制は避けたい場面です。低め決まってストライク。これもアウトコース。さあ、この満塁のピンチをどうくぐり抜けていくんでしょうか。先制のランナーが帰ってきます。押し出しです。今の攻防をご覧になって、西さん、いかがですか。さあ、ジャイアンツは1点先制、まあ、逆に言うと1点止まりだったかという場面ですけどね。さあ、沢村の立ち上がりはどうかというところで、1回の裏、DeNA の1番バッターは松本です。昨日のゲームではフルカウントから沢村。まずはこの先頭バッターを出していきたいと。ここは空振り三振、ストレート147キロでした。そして2回の表、高橋由伸はワンアウト満塁のチャンスです。さあ、そして打席には高橋が入ります。さあ、ピンチは続き、満塁という場面。このスプリットも難しいところに決めてきたな。なるほど、そうですよね。このストレートもちょっと受けない。低めのストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。コントロールはかなり良さそうですね。見せた方がいいですね。これを見る感じだと低めもより生きてきますからね。なるほど、そういった攻め方をしていけるか。うわー、ボール球、空振り三振。ここただジャイアンツのビッグイニングを作って5点取ってますね。打順は3番、そしてピッチャーは須田へとスイッチして、2アウトになっています。まずは近いところ、ストレート、初球大きく外れています。失投が来たんだけどな。いや、今のボール危なかったですよ。ちょっと打ち損じてしまった。そうですね。これは内へ外れます。ああいう失投きっちりと打たないとホームランが出にくくはなってます。いいところへ決まります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。あー、これもボール球だな。に当たりません。外角のボール球がストライクに見えちゃうんだよな。さあ、点差変わらず5点差のまま、打席にピッチャー依然として2番手須田です。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何で来るか。まずはインコース136キロのストレートから、インサイドに寄っています。これきっちりと芯で捉えたカーブだと思うんですけどね。ワンアウトです。ただセンター松本の正面です。小宮山さん、現在の
オンズはさらに4点追加して10対1と大差でリード。バッターボックスには3番、おそらくこの後、由伸は下げられてしまうとは思いますんで、ここちょっと打っておきたい場面ですね。ピッチャーは新加入のエレラ、ストレート154キロにスプリット、カーブと、あと持ち球としてツーシームとチェンジアップもありますね。まあ、真っ直ぐ系が2つと落ちる系2つという感じの持ち球のエレラです。最初は変化球できました。スプリットからこれチェンジアップですね。あーボールですか。ボール先行です。これが3球目、低めストレート、ストライク146キロ。さあ4球目は、わー見逃せばボールというチェンジアップ。タイミング合いません。ちょっと外角の見極めが難しくなってるな。打ちました。危ない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 。ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。ジャイアンツが10点差で勝利というゲームになりましたね。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。小宮山さん、ピッチャーとしてはなんとか、吉野部はまあ2本ヒット打ってます。長打が出てないですけど、まあ、ヒットは2本きっちりと打ちました。さあこれでオールスター前、まあいわゆる前半戦が終了したというところになります。というわけで、次回オールスターにね、由伸多分出場はすると思いますんで、オールスターの様子をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまでです。